今回は余ったご飯などで簡単に作れるエビせんべいの作り方を紹介します。香ばしいエビとサクサクの食感が癖になるだから、ちょっと小腹が空いた時のおやつやお酒のおつまみに最高です。それでは作っていきましょう。材料は干し桜エビ大さじ2、温かいご飯200g、白ごま小さじ1です。フードプロセッサーやミルなどを使い材料を細かくします。桜エビ、ごまを入れたら塩小さじ1/2と味の素を少量入れ細かくします。そうしたらご飯に入れて合わせていきます。ラップを上からかけて材料を混ぜ合わせます。ご飯をラップで軽くつかみ、団子状にしておきます。それを手のひらで押して平らにします。さらにラップで挟んで麺棒で伸ばします。このように薄く伸ばしておきます。油を170度くらいに温めておきます。そうしたら1枚ずつ油の中に入れ揚げておきます。固まるとくっついてしまうので、少し間隔を空けて油の中に入れていきます。大体ここから1分半くらいかけてあげます。ビクビクとして気泡が少なくなってきたら揚げ上がりのタイミングです。こんがりと揚がったエビせんべいができます。今回は余ったご飯などで簡単に作れるエビせんべいの作り方を紹介しました。やめられない止まらないうまさなので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。